皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルニア王国の日々始めていきます。はい、今27日の朝なんですけども、ちょっとお掃除だけ先にしとこうかな。今ね、仕事ポイントを見ていただける通り、もう9万3000まで来てるので、ちょっといろいろ納品して9万9999にして、仕事ポイント仕事納めをねしてしまおうかなと思います。でそのまま年末年始のお仕事一気にやっちゃおうかなと。おっと、受けてない、大丈夫かな。スシローさん来てますね。もう納品しちゃって終わろうかな。すごい牛さんがいっぱい食べてくれてます、ね、とあまりちゃんとログインしてなかったので、前回のイベントの武器全部交換してないんですけども、まあ難しい方走ってたんで、あまりねアイテムというか素材をたくさんゲットはできていなかったので、まあ斧と銃だったかなはゲットしております。この服可愛いで、まだずっと着っぱなしですね。ではでは、多分もう適当に納品していくだけで1枚いくと思うんですよね。あと1000ポイントですね。何納品しよう。はい、これで、はい、カンストしました。すごい久々のカンストですね。モカちゃんの時に1回やったぐらいですね。でなんで今カンストしたのかっていうと、まあ、全然やってなかったんですよね、この1年ずっととね。1日に子供産んでるから、お顔拝見までね、なんとか行きたい。では時間飛ばしてガンガン行きたいと思います。なんかスイッチの方でねバグが起きてるみたいなんですけども、スイッチのエルニアで、ただちょっとね山芋検証しようと思ったんですけども、なかなかうまく撮れなくてですね、もうちょっと確認してから動画にしたいなと思います。まあ、それまで治ってる可能性の方が高いんですけどね。では時間飛ばしていきます。やることないんで29日まで飛ばした方がいいかな。さあ、アルピナの顔もね早く見たいんで、もう飛ばしちゃいましょう。はい、時間スキップ。あ、待って、今なんか大事なものを見落とした気がするな。大丈夫ですかね。はい、サーバーに預けましょう。はい、でもう明日が仕事納めですね。なんか明日も忙しそう。あ、今日セシリオさんのお誕生日。え、アポロニアさんが既得って書いてたの、すごいショック。すごいショックだけど、もう仕方ないね。もう、だってもうお年だから。ただセシリオさんにプレゼントだけ何か渡そう。何がいいだろう、貝殻でも渡そうかな。あ、魚、ごめんなさい、デートのお誘い、ごめんなさい、今日時間飛ばすよってのごめんなさい、セチローさん。なんでもない、ご飯だけ食べよう。待って待って、セチローさん待って、これで、プレゼント。あ、よかったです。ザッハトルテ。私、山芋はチョコレートアレルギーなんで、チョコを食べることができないので、せめてゲームの中ではと違う席に置いちゃった、急ぎすぎて。いや、申し訳ない。誕生日って感じじゃないな。いや、申し訳ないことになった。ケーキ後で食べるようにね、横に置いてる感じかな。そうですよね、これね。お誕生日おめでとう。な、悲しくなっちゃったな、これ。申し訳ない。給与。カンストしていて、279,997B。どうなんですかね。まあ、もうちょっとダンジョンポイントがあれば30万超えてたかな。あー、ポロニアさん。悲しいですけども、まあ仕方がないですね。はい、じゃあガンガン飛ばして。あ、すごい、もうめっちゃラブラブしてくれる。あ、チレーナの誕生日なんだ、30日。そっか、29日。このまま時間を飛ばして見ていきましょう。あ、私だけいい格好してる。あ、仕事さん。あ、来期について OK。ああ、変わっちゃいますね。ここですよね、問題は。はい、交代していただきます。掲示板で確認してください。噴水広場誰だろう？バイロンさん。なんかお金持ってそうなんで楽しみですね、バイロンさん。はい。ちょっとこれ字が見えてないですね。申し訳ない。ちょっとこれ上に投げときますね。はい。で、議長選挙が行われる。はあ！ヒルデグロードちゃんが出席。やばいやばいやばい。嬉しい。ありがとうございます。出席できる。あ、服着替えようと思って忘れたな。あー、始まったー。嬉しい。レントン。わー、ギルトラウトくんだ。フリアン。全員知ってる。やばい、ヒルダだ。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、これ。もちろん自分に入れるけど、もちろん自分に入れるけど、誰がなっても嬉しい、これ。わー、すごい。嘘嘘嘘、やったやった、議長だ、やった、嬉しい、ありがとうございます。え、もっと服着替えてくればよかったな。いや、嬉しい。おんちゃんなかなかならなかったんですよね。いや、こ
それは嬉しいな。でアルピナちゃん全然子育てしてなかったんですけども、アルピナちゃんが37しかない、まあ、せっかちさんなんですけども、アピールしてる、あうあうしてますね。では飛ばして見ていきましょう。あ、横で寝ればよかった。はい、赤ちゃんが生まれた、今年一頑張りましょう、サーバーにデータ預けましょう。さあアルピナちゃんのお顔拝見、見せて見せて、おはよう、ちょっと待って、見せて見せて、待って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 、おはよう、待って悪いけど待って待って悪いけど、オッケー、待って、オッケーオッケー、あれ、あ、かわいい、二つくくり、あ、あ、ちょ、え、目は、目は待って、あ、なんかちょっと鋭い系だ、垂れ目じゃない、鋭い系だ、でも青目、もう朝だよ、ママって言ってくれた、かわいい、かわいい、かわいい。はい、実はですね、メンテナンス入っちゃいました。忘れてました。で、今、メンテナンスが終わって、フェルタの恵みイベントがやってきました。で、スタートダッシュして、一瞬9位だったんですけども、もうね、すぐに18位まで今落ちております。今回、フェルタの恵みイベント、だいぶ変わりましたね。はい。皆様は多分ね、アルピナのね、顔とかもっとしっかりと確認しろよと思ってると思うんですけども、せっかく、今、アップデートが終わったところなので、私も忘れないうちにフェルタの恵みイベントについてお話ししたいと思います。11月12日本日から26日火曜日2週間後までがっつりあります。で、今回のお衣装なんですけども、このタウンファー白、ファーがついたこのふわふわのお洋服で、私これ欲しいんです。ファーベレー帽、もう私ベレー帽大好きで、普段も被ってるんですよ、ベレー帽。これはちょっと集めたいですね。で、アルピナが大きくなったので、親子ペアで、ぜひ着たいですね。ちょっとまあ、この、水槽系はもういいかなっていう感じはある。なんか、リュックと水筒も、だけどまあ、一個ずつは集めたいかなとも思ってます。で、フラワーランド特別なミッションで、この、枯葉のリースキャンドル、なんかこれもいいですよね。これも見たい。で、ポイント達成報酬がめちゃくちゃ可愛いですね。この、何、バンビ柄っていうんですか？これは可愛い。女の子特に可愛い。タウンファー大大ですか？これ。これ欲しい。と素敵な子供服の、ぶどう色の子供服は持ってたんじゃないかな？あと、唐揚げ島の野望。これ初めてですよね。今回が初な気がするな。これもちょっとね、また確認したいと思います。で、今回、ちょっとここザーッと下に行くと、貴重な素材は一緒なんですよ。ポンポンソートラフだけ、水力石。いつも私これ、翼力石って言ってましたけど、これ絶対水力石ですよね。すいません。今までずっと生きてきて間違えてましたね。で、赤いバザーン。私ちょっと今回これ釣りまくりましたけども、ここですね。希少な素材を集めて報酬をもらおう。ここにバンビ柄のお帽子が入ってますので、これもちょっとチェックしなければならない。で、ここにあるのがネザルソウ。はい、ネザルソウで今回釣り餌を買うと書いてました。まだ確認してません。で、ラダガイ、虹色の魚、緑の皇帝魚、ダイオウラゴ。ポイントがある。他の入らないんですね。虹色の魚とダイオウラゴで入る。今回ポイントになる魚がちょっと少ないですよね。緑の皇帝魚、ラダガイをピンポイントで、あとネザルソウ。ポンポンソウが余り気味じゃないですか。だって皆さんテペピ狙いじゃないですか。青いファコを釣るにはテペピ、テペピを釣るには、自動採取でポンポンソウ取れるところでぼーっと放置させてる方もいらっしゃると思うんですよね、私みたいに。そうするとポンポンソウがめちゃくちゃ余ってきませんかね。大丈夫ですか、私だけかな。はい、このファーをゲットしたいと思います。今回変装服で国王がゲットできるんですね。これも嬉しい。まあ、ランキング報酬なんですけど、まあ、そんなにかなっていう感じかな。200以内で十分じゃないっていう感じがあるんですけども。みんなね、もう、カワオにいっぱい持ってますからね。じゃあ、元に戻りましてですね、キャラクターショット、ちょっと着替えたいんですけども、まず、交友関係の家族ですよね。はい。アルピナちゃん1歳になりました。もう一度お顔をね、お顔は、
これどっちにも似てなくない、似てないんですよね。まあでも目の系統はヒルダと一緒で、あの垂れ目系。ただこれは垂れ目系とか目の細い系、セクシー系の目で、オンちゃんとヒルダは垂れ目だったんですけども、今回のアルビナちゃんは釣り目のセクシー目ですね。でも髪の毛茶色ですね。黒じゃなかったのか、茶色パパにですね。ただね、あの眉と口がちょっとこれもだいぶ遺伝してしまいましたね。まあ、セシリオさん、セシリオさんじゃないよね。ちょっとヒルダちょっと顔が見えないな。この服やめて、この服着替えよ。うん、お口と眉毛が分かんないのか、この髪の毛だと。眉毛どっちだろうな。とりあえずなんかお出かけしてこようかな。ここでアルピナちゃんを着替えさせたいと思います。あ、これ帽子かぶると髪の毛の中に入っちゃうんですね。これ知らなかったな。何がいいかな。あ、懐かしい、これみんな着せてましたね。これかわいい。何このかわいい浴衣持ってました。わあ、かわいい。わあ、かわいい。ちょっと待って、かわいい。あ、そっか、子供服結構持ってたんだな。あー、全部か。キッズ、タウン、ファー、チャーがもうある。あれは代々か。これはかわいいぞ。わ、全部かわいい。どうしよう。黙って見ちゃいますね、これ。わ、うちの子めっちゃかわいい。うちの子かわいい。どうします？わー、懐かしい。なんか久々の子供服だな。なんかよその子に着せるの嫌で。めっちゃ失礼ですけども。自分の子なんで、もう好き放題着せれますね、これは。あ、着物で出かけるのもいいな。着物結構持ってるな。わあ、全部かわいい。どうしよう。これ毎日着せ替えたりとかして遊んでたら、あれですね。全然また時間進まなくなっちゃいません？これちょっと。これまた大変なこと。うわうわ、今よ、浴衣。かわいい、金魚じゃん。こんなのあったかな。いや、これ量多くないです。量多いですよね。うわ、ジンベエ、かわいい。どうしよう。全部かわいい。紅の着物にして、頭を、あ、ちょっと悪い感じにしてみようかな。これめっちゃかわいい。どうしよう。これじゃないな。紅の着物がいいんだけどな。これも持ってるんだ。意外に着物増えてるな。なんか自分で気づいてない間に。これでいっか。これもかわいいな。じゃあちょっと着物デートに行きたいと思います。ありましたね。小遣いをあげよう。100B。で、これで、100B 持ってますね。なんか好きなもの買えますね、これで。世間話。お出かけできない？違う、今日1日じゃん。ちょっと待って待って。あー！セシリオさんにお洋服着せるの忘れてしまった。大丈夫かな？あー、目立ってる。待って、ここ誰だ？このカエルの帽子誰だ？あ、違う違う、自分の兄弟だ。あ、みんな着物着てる。すごいいい感じだ。去年の、待って、去年のお正月から服を変えてないのか。いや、ドロシアちゃんの前誰だ？え？おんちゃん、おんちゃんがいますね、ここに。スコットさん、あ、おじいちゃんです。レントン。後ろにドロシアちゃんがいますね。ゲドラウト君。あ、そっか、自分議長になったから、あそこの席にいないのか。で、フリアン。で、ここにヒルダが来てるんだ。あ、めっちゃ可愛いじゃん、ヒルダ。後ろに、いるのがいい。後ろにフレデリカがいるのがいい。今、パトナマ出てこなかった。ごめん。この、頭のウニの目がちょっとすごい、目が合ってしまって。うわ、なんかいっぱい人がいるの嬉しいなぁ。なんかすごい幸せ。うわぁ、みんないる、みんないる。アルピナが大きくなった。ということは、子作りしなきゃいけないですね。子作りもしなきゃならないけども、今日はこの後成人式があるので、それも参加したいと思います。ちょっと時間飛ばしましょうかね。はい。参加しましょう。
さあ、スイッチだとね、全員が見えるんですけども、フリーダちゃん。ちょっとあまり知らないな。かわいい。ここのムービーが本当にかわいいんですよね。ありがとうございます。あ、笑ってる。水色の髪の毛なんだ、スコットさんだった。前誰だった？あ、おんちゃん。おんちゃん素敵。発展させていきましょうって。成人式終わります。何人いたんだろうね。あ、アマラちゃん。アマラちゃん大人になってない？アンヌ。アンヌちゃん大人になったんだ。親戚だよね。アイピーの子供だ。あ、間違えた、誘っちゃった。違う。ちょっと行ってきます。ですね、ミッションで、はい、更新すると希少な素材の報告がありますので、こちらをちょっとやっていきたいと思います。はい、トラフだけ、水力石ポンポンそう渡すと3000もらえますね。はい、いつもここ画像にしてるんです。今日はちょっとできるところまでこれでやっていきます。次、緑の工程業届けよう。はい、これで5000円もらえますね。はい、で、ここから希少な素材を届ける1が出てきます。ここから10まで出てきますね。はい、まずトラフだけ。ガローニの種とヤタリの苗。ヤタリの苗10個って結構大きいと思うんですよ。多分1個300円で売れるんじゃないかな。500円かな。どっちかです。じゃあ結構なお金ですよ、これ。では、お渡しします。はい、次行きまーす。水力石は10個ですね。ペピの種とタダムの苗。これもクリスマスツリーのやつですよね。違う。クリスマスじゃない。これはあれだ。紅葉してる葉っぱ。今言葉が出てこなかった。秋の葉っぱですね。秋の葉っぱ。さあ、報告。3。ポンポンソウ10個。これがノエルの種だ。ノエルの。クリスマスと両方来てるんですね。ムタン10個もでかい。さあ、更新。次4もいけますね、まだ。わあ、もうそうそうきつい。青いノエルの苗だ。で、宝珠石のかけら、ありがとうございます。あ、次もうきつい。水力石が足りないと。ボールデコハッピーめっちゃ気になる。なんでちょっとここから、ちょっと赤いハサンをちょっと一気に、こっそりやってきまーす。はい、貴重な素材を届けよう。5ですね。じゃあ、ボールデコいただきまーす。さあ、次。6いけた。何ですか？ポムのカゴ。ザ・ミラージェックス20。ありがとうございます。貴重ですね。あ、7もいけますよ。水力石とグリーンアネモネは緑の工程魚のことです。クロラペルの種子、そんな貴重じゃないですよね。ダンジョンがっつり行ってる人ってそう欲しいです。いや、わかんないんだよ。クロラペルの貴重さがまだ分かってないんですよね。あ、8もいけますよ。膝毛のカスク、なんだろう、カスクって。これもらいます。あ、9も報告できますよ。バナーしずに2個、持ってる気もしますけどね。 OK、 じゃあ次行きます。ラストもいけるじゃん。え、これ2個もいただけるんですか。ファーベレー代々2個、これは嬉しい。はい、届けてくれた。お店に添えてください。なんか一気にお話が進みましたね。ちょっとヤンド市場確認しましょう。雑貨店に来ました。これですね、王族のカントリーはキッズカントリー。タウンファー白ゲットできますね。ゲットしちゃっていいですか。キッズは無理だけど、いけますね。これは36個か。36個はきつそうだな。仕事用品のところでこれですね。オールサデラック30がネザル層が必要とのことですね。変わった子。なるほど。ポンポン層じゃなくなりましたね。ついにっていう感じがします。他のミッション、これか。素敵なリースだ。あー、なるほど。赤2個。素敵なリースだった。リースキャンドルだね。オッケー。これをじゃあゲットしましょう。もうないのかな？1個だけって言ってましたもんね。OK です。
あとはなさそうですね。ちょっと自宅に帰って確認しましょうかね。ちょっとまず服ですね。これがまたね、探すのが、大変なんですけど。なんて言いました？これですね、タウンファーの白。なんで茶色が持ってるのかちょっとわかんないんですけど、タウンファー白着たので、あ、かわいい。で、頭に、これかわいい。頭なんでした？パーベレー帽で、あらー、これは素敵じゃないですか。本当に橙色だ。ちょっと似合わないかな、髪の色が。白いベレー帽はおいくら万円ですか？買えるじゃん。あ、めちゃくちゃいいですね。足がセクシーだ。かわいい。決定します。あと家に帰って確認しましょう。あ、1歳の誕生日に朝ごはん食べるの忘れてる。いや、申し訳ない。ちょっとやってしまったな。ごめん。ケーキ置きっぱなしだしね。いや、やっちゃったな。ちょっと明日仕事始めなんで、それをちょっとチェックしたいなと思います。はい、何飾ろう。とりあえず、こう、卓上ですよね。何ゲットしたかな。アリアちゃん、まだあの格好のままだったな。こんにちは。あ、お魚？任せて、任せて。500円もくれるの？めっちゃ嬉しい。報告する、報告する。オッケー。完璧です。どうしたの、フィリタちゃん。あー、ごめんなさい。今、模様替え中なんですよ。ごめんなさい。あれ、なんでこれ、オッケー、あ、違う。ちょっと、もう忘れてるじゃん。インテリアモードですよ、インテリアモード。うっかりしていた。卓上アイテムを回収します。はい、しまって、飾りましょう。カリハリスキャンドル赤をゲットしたはずです。黄色持ってますね、なんでかわかんない。うわ、めっちゃ可愛い！これは可愛いですね。ミルク感あるんだけども、前もありましたよね。ちょっと謎いですね。で、壁ですね。壁アイテムを回収しましょう。で、これを、しまって、壁を飾りましょう。で、ウォールデッコの、なんかね、ハッピーって書いてましたよね。バナーしずにももらいましたよね。あー、こんな感じか。壁アイテムを回収してしまいます。壁を飾るで、ウォールデコハッピーって書いてませんでした？ハッピー違います。壁じゃないのかな。いや、ハッピーって書いてた気がありました。ありました。ハッピー、めっちゃハッピーですね。ちょっと机が邪魔してますけども、あ、かわいいですね。落書きすごいちっちゃいんで、これぐらいの方がちょっとありがたいかもしれないですね。ちょっと時間をガチで飛ばしましょうか、これ。あー、ゲルトラウトくん、ゲルトラウトくん、もうちょっと動画終われない。これな、もう1時間ぐらいになっちゃうんじゃないの。ゲルトラウトくん、ゲルトラウトくんは、ゲルトラウトくんは次回に持ち越しましょう。持ち越し、あ、動画撮っとくんで、これ以上長くなるんで、ちょっとだって、チモシーさん、チモシーさんが、いやー、ちょっと、いや、もう釣らない。釣らないよ。かわいい。おはよう。ちょっと待って、アルピナ服着せよう。いやー、ちょっと待って。わー、きつい。ゲルトラウトくんはきついな。なんか最近誰も亡くなってなかったんで、すごい余裕ぶっこいてましたね、私。あー。マジかー。マジかー。ちょっと帽子と服が合ってないんですけども、これすごく良くないですか？背中が邪魔だなー。リュック。あ、これ可愛いかも、小熊。これも好きなんですけどね。あとでお出かけしたいと思います。今できる？おはようございます。
ごめんなさい、フィリーダちゃん。どこ行ったんですか、娘。では、ご飯を食べたいと思います。あれ、ケーキなくなってる。はい、始まりました、ムービー。ああ、すごい貧乏な家みたい。すごい貧乏な人の家みたいじゃん、これ。めっちゃ悲しい。お出かけしようね。オッケー。ごちそうさま。では、仕事始めに行きたいと思います。わー、かわいい。ヒルデガードちゃんです。仕事始め。はい、例年通り。なんかあれだな。みんな服着替えさせればよかったな。ここのいる人たちも。わー、なんか知ってる顔が多いですね。バイロンさん頑張ってほしいですね。今年も頑張りましょう。で、はい、お出かけしになりましたね。どこに行きましょう。ちょ、酒場に行きましょうか。さあ、続いてアルピナは何を食べる？ほんとなんかめっちゃ可愛いっていうわけじゃないんだけども、いいですね。いただきます。なんかほんと独特なセクシーな子だよね、この子。アルピナちゃん、でも将来この子が女王になりますからね。やっぱちょっと強い感じの方がいいかもしれない。そうか、アルピナが女王になるのか。はい、ということで今日はちょっとすごく長い動画になってる気がするんですけど、大丈夫ですかね。はい、じゃあ皆様ご視聴ありがとうございました。このままイベント頑張っていきたいと思います。またイベントのポイント報酬全部達成したら動画撮りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。